あ、じゃあ、動画届いてるかな？じゃあ、手紙を確認してリアットしていきましょう。ピクルスジャー。何に使えるんだろうな。とりあえず、まずは水やっていくか。意外と届かんもんだな。あ、もうここは回収できるのか。かわいい瓶？え？そんなの表示されてた？なにこれ、すごく綺麗。ジョン、アルバなら知ってるかも、聞いてみよう。へえ、何を拾ったんだい？とりあえず、まあ、瓶っていうのは出てきてたけどね。さあ、じゃあ、餌を通過して、撫でて。ていうか、どこに、鳥小屋が完成するんだろうね。いやー、木材、しっかりと収穫、取ってこないとね。場所が悪い。え、何個必要だっけ？木材。あ、ここ2本立ってるんだ。9本。うん、ちっちゃいな、ちっちゃいのは後回しにしようか。で、ここね、何本ゲットかい？この奥の、切れる？あ、切れないかな？わからんな。あ、無理っぽいな。お、いける。いいね。これもしっかり切っちゃって。いやー、先にこっちの、なんだろう。一日早く、やっておけばよかったかな。さあ、水やってー。ここも水やってー。早く植物も。欲しいね。植物というか果実も育ってほしい。で、餌を先にやって、回収して、撫でると。で、撫でると。な、キノコって、この種類だけなのかな？お？手紙が届いた。今、手紙が届いたって表示されてたけど、なんだ？あれ？ピクルスジャー設置されてなかったっけ？あ、そうだ。人参だけが残ってるね。人参を植えちゃいましょう。いやー、前日になんかいろんなものを植えたからな。よし、オッケー。どうしようかな。釣りをするかどうしようか迷うな。まあ、今日はいい天気だし、特にすることはない。まあ、エスカルゴを料理するのも一つの手だな。ここら辺もちょっと、やっていくか。まあ、7本ぐらいしか回収できないのは痛いところだけどな。お、9本、9本ゲットできるんだ。それは偶然か？いや、7本だな。ちょっと、個人では判断しかねますな。さあ、どうだろう。結構溜まったような気がするな。どうしようかな、今日だけ。結構溜まったな、本当に。どうしようかな。大工を招待して今日も料理を振る舞うか。で、
レンコンがあそこにあるね。ああ、うん。まあ、こっちがさ、うん。まあ、ボンバーマインを先に遊ぶか。サクッと行ってもらって。このタイトル画面も、サクッと次に行ってくれたらいいですね。さあ、2箇所か。3箇所か。穴は？穴はここか。とりあえずここにサクッと。あー、結構いいね。いい場所に。あ、どうする？とりあえずここに置いといて。ちょっとうまいこと下の階段が見つかれば嬉しいんだけどね。どうだどうだ。ここに一つ置いといて。あー、なるほど。どうしようか。とりあえずここに。あ、地下の入り口出て行く。こっち先にやってもよかったかもしれんな。失敗やな。で、ここは？なるほど。ここか。よし、いいね。これで地下に。何回まで行ったらいいんだ？これ。ゲームとしては。おお、もう地下がある。じゃあ次地下行くか。ああ、多分効率的に行くには地下に行った方がいいんでしょうけど。上行って。なるほどなるほど。あ、このイースワールドの、よみがえれカモメ町は敵が出ないから平和だよね。ここかな？あ、まあいいや。しまった。え？お、色が変わった。いろいろ迷うな。ここか。ああ、爆のあの範囲が。ここか。あ、もう一回地下行ける。じゃあもう一つ地下に行って。どうしよっかな。ねえ、レアな鉱石の近くのやつを壊したよね。迷うな。あ、結構広いな。光ってるのがまあまあある。どうしようか。こっちにするか。もう一段地下に行けそうだったな、雰囲気的に。いやーでも結構いい感じじゃないか。まあこの時間もゆっくり見てようか。で、277からで、爆弾がとりあえず8個は確実と、16以上は持てないのか。おー、結構いいね。毎日1000ぐらいはこっちに引き継げるんだな。よし。
とりあえず木材もしっかり集まったし、いやまあしっかりは集まってないけどな。ここの2本を買っていくか、ついでだし。炎のレベルアップさせるべきか迷うところだな。というかセールの時にやっちゃえばいいのか、炎のレベルアップとか。とりあえずこれくらいやったら十分かな。よく拾う。なかなかカタツムリをゲットするの大変だな。あ、レンコン取るの忘れたな。向こうまで行くのは嫌だな、正直言うと。とりあえずレンコンは無視して、町の方にとりあえず種を買いに行かないと。とりあえず資材投入して。欲しいね。これで作ってくれるわ。どうだろうなぁ、工事をお願いするか。5日かかるんだっけ？で、そうだな。まずは商店に行こうか。話す。余った商品は売ってくれよ、じゃあ。あー、なるほど。そういう商売なのかな。で、買う。今日も 50% オフか。お、トマトいいね。とりあえずトマト買って、お、米も買っとくか。米、チンゲン菜か。迷うところだな。で、斧を、あれこれ安くなってんのかな。これは単体じゃないとダメなのか。とりあえずトマトと、チンゲン菜かとか。とりあえず買っといて、斧レベルアップ。あ、そうか、お金がなかったのか。あ、玉ねぎね。あれ、ピクルス、あれ、ピクルスは何個も設置できるのか。ああ、なるほど、なるほど。そういうことね。で、それはいいとして。フグの刺身は結構いいお金になるんだな。どうしようかな。春雨を売って、とりあえずは。あ、その場をしのぐか。春雨を売って、こんだけお金ができたから、あ、これは金額変わらないのか。どうしようかな。ちょっとチンゲン菜を買っていくら残るか。チンゲン菜買って450。よし、このも買っちゃうか。これ勢いが大事だな。斧のアップグレード完了。で、斧が買って、どうしようかな。玉ねぎ。9個買うには4、4号必要。5。ピクルスやソーダメーカー、オイルプレスティ。迷うところだ。あともう一匹か。買うためには唐辛子売っとくか。で、豚を一匹か。利益は1日育てたら、まあ、200か。まあ分からんけど。ていうかいろんなところでお金必要そうだ。イザベル、なんか知ってる？ここの人たちは都会の連中と全然違う。いつもピリピリしていないし、のんびりしているように見える。人間も動物もおおらかね。まあ確かにね、おおらか。
合ってるかもしれない。で、その不思議な瓶を。アルバン、サンちゃん、見て、こんなのがあったの。ピカーンと。これはどうやらお宝を発見したみたいね。ほらね、やっぱりアルバー捨てた。これはエネルギージェムといってね、頑張ったご褒美に大地がくれるものなの。んー、ご褒美？美味しいの？食べることはできないかな。私が調べてあげるね。これを使って何かできるかも。おお、すごい楽しみ。やったね。明日までに解説しておく。おお、かわいい瓶を失った。ジェム、次の研究はそれにしよう。猫がバッテンされてるのは何だろうな。あ、というか、ゲームの、キャラクターが飾られてるのか。あ、またあそこにお金落ちてるな。毎回結構落ちてるんだよな。ん？なんだ？びっくりマーク出てる。どうしたんだ？ビール。ビール。シルバー病気なの？ウィリアムにもらった酒を飲んでから、兄貴はおかしいんだ。俺の金を借りてまでビールを買ってる。ビールを切らすと穴っちまうんだ。ビール、ビールをくれ。よ、ジョンの兄貴。俺たちでビール作らねえか？おお。ビールを作る？楽しそう。どんな材料で作るの？そうだな。小麦さえあればいいぜ。樽があれば、それも。ウィリアムのお店にあるんじゃないか？お前んとこの近さ、酒作りにぴったり。おお。兄貴、人の手を煩わす。樽？わかった。さあ、その息だ。わからねえことがあれば、いつでも聞いてくれ。ああ。てか、更新されるっていうの、よくあるよな。てか、樽か。他の謎はないかい？もう大丈夫そうだ。ウィリアム商店に入って、樽がねえ。あ、ここじゃないの。注文？ワインダルなんてものがある。ああ。なるほど。アイドアリじゃないけどな。正直だ。あ、ついでにレシピ、お。そうだ、カカオを拾ったんだよね。本田ショコラ。いいね。結構なお金になりそう。おう、シンプルにチョコ。レシピブックを書く。まだ未発見のレシピとかまだまだあるよね。まあ、とりあえず家に戻って。そうか、ワインダルでお酒もできる。びっくりアイコンが出てんな。無視していこうか。次の日の収穫物とかにかけていこうか。あ、それとピクルス何か作りたいな。ピクルスもだけど、そうだ。お米、お米。どうしようかな。米、下のエリアで作るか。あ、閉じられた。え、水も、あれ。で、チンゲンサイ。ギリギリだな。あ、トマトもあるのか。じゃあ、トマトも植えちゃおうか。これ、サンが全部種まいてんのかな。よし、オッケー。カラカラカラって言ったのは豚が帰った音だな。
よし、あ、そうだ、あ、小麦作ったんだっけ、前日に。まだ大丈夫か。小麦粉はもう二つしかないわ。豚肉がないのね。前日にちょっといろいろ作ったからな。こっちいろいろあるな。キャベツが一個しかないのが悔やまれるな。あと、ここら辺は。ちょっと蒸しエビの料理を。エビ、あと一個しかないのか。あ、小麦粉も足りんし。で、カレー作っとくか。ちょっといろいろ足りんな。あれ、順番にならない。そういうもんだったっけ。いやー、小麦粉も。あ、で、ピクルス忘れるとこだ。ピクルスジャーを大根入れるか。作る。一日置いといたらいいのか。ミキサーは何入れるんだろうな。普通にジュース作ろうかな。この下もなんかいけそうな気がするな。さあ、じゃあそんな感じで夜も更けてくるね。まあ今撫でたらダメか。あ、そう、撫でるで思い出したけど、豚撫でられるか、このタイミング。もう寝てるか。それは仕方ないな。さ、じゃあ今日もみんな呼んでるし、ご飯にしようか。ん？よし、フグ刺しじゃないな。魚だ。いや、足りない。じゃあ仕方ない、フグ刺しか。あ。いや、一瞬で終わったのかと思った。違った。倍増中。で、本当に5日なのかも、完成してるのか、そこをちょっと知りたいところだね。というか、エアコンあるんだ。というか、怖いな、線香とかあって。お、ここまで回復するんだ。あ、いや、ん？納屋の様子がいつもと違う。なんだ？最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。